早速出発か。気の早いことで。また振り回される。振り回されたいの間違いじゃねえの？お前ほどじゃないさ、ガブ。え？潜入するにはいい頃合いだ。行くとしよう。構成は？ドミナントだけで行く。それじゃ3人だけで？戦をしに行くわけじゃないんだぜ。マザークリスタルは国の要だけに警備も厳しいからな。少人数で潜るに越したことはない。それに最悪の場合、俺たちなら召喚獣になりゃいい。俺はまだ力をつかめてない。イフリートになろうとしてもなれないかもしれない。ドミナントなら覚醒と同時に自然と使いこなせるもんだが、お前は事情が事情だからな。でもクライブにはフェニックスの祝福がある。それにガルーダの力もな。そもそもお前の剣の腕はロザリアのお墨付きなんだ。なら万が一にも自分の力でどうにかできるだろう。また適当なことを。足がつかないようにばらけて向かうぞ。ノースリーチで落ち合うとしよう。遅れんなよ。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。ごきげんよう、お客人。ノースリーチに続いてる道が通れるようになってね。ここから教会まで上がって突き当たりを左に進んでごらん。チョコボ厩舎を通り過ぎたらその先から行けるよ。魔法を使いすぎるなよ。今日はもうじきブドウの収穫だ。忙しくなるよ。村のみんなで力を合わせなくちゃね。何か入りようかね。はい、どうぞ。ちょうどだね。シドやあんたが俺たちの味方で安心したぜ。あんたらはちと強すぎる。
このまま敵に回らないでくれよ。こんな村外れまで来るとは、あんたも物好きだな。こっちは村のみんなの居住区だよ。人も部屋だ。まったく、奴隷らしくする。さて、一服一服と。やっと落石が片付いたね。これでの
トルガル、やれ。くっくっくっほう、任せた。くっ、やれ。くっ、任せた。くっくっはっ、でよー、やれ。くっトルガル、やれ。最後だ。わかった。
見えてきた。ノースリーチだ。協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。
あら、いいの？ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か、シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を？シドとはもう長い付き合いでね、昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって？夜の女王って何？恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、